選手の方、盾のスペースが空いている。よっしゃ先生。これはいける。素晴らしいアーリークロスヘッド。ああ惜しい。惜しくも惜しくもクロスバーの上を越えていきました。いやー今のは絶好のチャンスでしたね。そうですね。上田選手がうまくスペースを見つけて飛び込んだんですが、相手のセンターバックがしっかりと寄せてきたので、思ったよりもジャストミートしませんでしたね。いやー惜しい。待ってドイドの姉ちゃんめっちゃ美人。やっぱ。いやーワンチャンあったなー。相手が強豪なだけにこういう一つ一つのチャンスを物にしたいよな。 ボインボインやんやっばゴールキックから一気に前世おっとここでキープされてしまうマヨマヨ向かれてサイドに流したセントリンだおー坂井選手素晴らしいディフェンスですいやー坂井選手落ち着いてますねある程度バスコースが読めていたように思いますそうですかはい動き出しが早くて素晴らしかったですね観客いやーさっきからずっと守備やなそれはしゃーないでも日がキンキンするな観客よし来たボイン別のボイン別のボイン来たカウンターで一点狙うしかないかそれは勝ち あ,あ、もう試合いいで観客打つぜよお前だけ楽しみ方ちゃうなえ試合を見ろよ見てるよスキップできひん広告な !CM と一緒にしとんちゃうぞよルールわからんねん楽しみ方がわからんお前の知ってるサッカーのルールって何なんなん手を使わない。ボールをゴールに運ぶ。それさえ知ってれば十分に楽しめるやん無茶言うなよそれで楽しめるなら一人で100倍やろあんま戦術的なことは知らんでもええねん基本的なポジションと戦車へ分かっておけばあれやろえー、ディフェンダー、真ん中、フォワードやろミッドフィルダーな

え、お前、ドイツサポーターだ。お前はどっちに勝ってほしい。まあ、一応日本。やんな、そこは俺たちと一緒やんな。なら、なんでってならん。うち親で。そこはネオズニーはなんなん。どっちのユニオンも一緒ちゃ、うん。え、俺は着てるユニオンも何色?。青。じゃ、あお前が着てるユニオンは白黒。そこの違いはわかるんやんな。よかった、よかった。一緒。ユニオンを着てることが大事なんやろ。盛り上がってる感を出すために。認識にバ,バカバすぎ。しかもお前、七番。ハバーツのユニオンやん。え、ハバーツの。 あの、サスケって最後ナルトと戦って片腕なくなるらしいで、みたいな、らしいで知識。ハバタはらしいで知識には入らえろお前ら試合を見ろよ。